直検視お願いします。なんか3段から落ちそうな勢いなんですよね。というのは達成率がさ一桁になっちゃって、向かい飛車、この前旅行に行ったんですけども、旅行の帰りのあの電車の中で、まあ、携帯電話でね、将棋ボーズやってたんですよ。そしたらさ負けまくっちゃって 3勝7敗ぐらいかな。身の学位もうね、で勝てる将棋、勝てそうな将棋があったんですよ。勝てそうな将棋あったんだけど、優勢な将棋でさ、これこっちもあるか、あ、え、そこつくの、ちょっと角上がるよ、こう桂馬跳ねて2分30秒。あのさ、優勢な将棋だったんですけど、電車がさその時にトンネルに入っちゃって、まあ、京都のあたりでね、トンネルでさ通信不良で負けちゃったんですよで、トンネルに入らなかった将棋は普通にね実力負けしたみたいな感じで、一回引くか。まあそんな感じでですね、まあでもこれ、まあ、まあ、もう2六歩があるんでちょっとどうかな。まあでも相手の王様がちょっとね露出してるんで飛車交換するんであれば悪くないか。次6五歩仕掛けてもいい。ああ、そうやるんだ。取ってくるってことか。じゃあ引きますか。引いても叩かれるのかな。まあいいや、引くか。ああ、そうなのか。2分。突きとこう。まあとにかくね、トンネルのせいにするのもあれなんですけど、要するに、3段は身分相応ではなかったという話で。これちょっと元気出ないな。まあとにかくね、あと何回か負けてしまうとですね、3段、さようなら、3段の世界からさようなら、はい、もう一回出直してきてくださいね、みたいな、そういうことになっちゃうんですけど、まあでもまあそうなってもね、まあ2段でも、2段でも、ここ取りますよ。え？上がると、これ同銀だと同銀で、同銀だとまあ叩かれるか。でもこれ取っちゃいたいな、なんか。で、隠れ取って。まあ7六歩なんでしょうけど、1分30秒。まあ、引いといて、ダメかな。あれ？で桂馬は取られますが、ただ相手の王様がさちょっとこれ露出してんじゃないのかなと思うんですけどね。てかさ、これこうやったらダメなの？まあ一応飛車取りというしょぼい手ではあるんですが、そうでも別に2段に落ちちゃってもまあいいかなと思ってんですよ。だってさ、2段に落ちればそれだけ相手のレベルが下がるんだからさ、まあそのなんていうの、大して頭良くないのに東京大学行ってもしょうがないでしょってことよ簡単に言っちゃえばね、でここで冷静に、まあ、東京大学に行きたい、人は結構いると思うんですけど、でも別に東京大学でね東京大学の講義についていけるだけの頭がなけ、これ取りますけど、あ、角打つってこと、あ、そうか。しかしここはがっちり型でね、あ、これな、あ、そっと取るか。まあ、7七角成ってしてくるかなと思って、あ、飛車打ち。これ銀を狙ってるので、底歩置きか。1分。まあ、底歩。いやー、わからないけど、桂馬でも打っとく？まあ、次、なんかここに香車打つ手がどっかにあるんですけど。ただ、これ、まあ、金逃げて歩叩いて。お、それは取りますけどね。これは、あ、引くか。これ取るとなんか香車とか、桂馬ね、桂馬でもこれ取りますね。でまたさらに打ちますね。桂馬もらって桂馬打つで取って、一回なっとくか時間ないやん。
まあ、これこの手がそんなに厳しくもない。え、角打つ、まあ、一回飛車取るか。飛車取っても多分これ時間切れになる可能性はあるんですけど、いやしかしですよこれ、うん、あー分からん。とりあえずこれは厳しい、まあ、こうするか。これ同玉だったら馬入ったりとかしてダメかな。20秒。まあ金の方がいいかな。あーでもちょっとこれでは変かな。逃げて取って馬入って、あ今ちょっと馬入でなんか罪があった。あー分からん。まあ相手は読み切りですねこれね。まあいわゆる10秒。あーあー金で打てば詰まったね。何やってんだよ金で。時間切れ。な、今金打ても罪だったな。でこういうとこですよね。そうこういうとこなんですよ。まあ実力ってことですね。しょうがないですねもうね。うん、しょうがないよもう。うん、今飛車じゃなくて金打ちで一手詰みだったやんってね。飛車打った瞬間に分かったけどさ、なんか考えないから負けるんですよ。もうしょうがないですね。三段の資格なくて東京大学行っちゃったんだからさ、しょうがないじゃん。まあ2段になってからね、もう一回その勝ちまくればいいわけですよ。うん、まあ初段でもいいですけど、うん、そういう話ね。うん、なんだっけな、あ、そうそうそう、ちょっと待ってください。でさ、ちょっと話したかったのは、よくさ、街中のコンビニとか駅とかにゴミ箱が設置されてるじゃないですか。で、ゴミ箱のところに家庭ゴミ投入禁止とか書かれたりしてますよね。家庭から出たゴミを出すことは固くお断りしますとかさ、家庭ゴミの投入はご遠慮くださいとかさ、駅のね、ゴミ箱とかによく書かれてますよね。で、それ見てふと思ったんですけど、家庭で出たゴミをなんでわざわざコンビニに捨てる人がいるのかって話なんですよね。なんでわざわざ駅のゴミ箱に自分の家で出たゴミを出さなきゃいけないんだろうか。で、普通ゴミっていうのはその近所にあるゴミ集積所とかに置くのが、まあそれがまあまあ普通ですよ。じゃあなんでわざわざコンビニとかにわざわざ行って家庭ゴミを捨てなきゃいけないんでしょうかね。って考えた時に、これは勝手な推測なんですけれども、近所のゴミ置き場ではなくてコンビニや駅のゴミ箱の方が捨てやすいからなんじゃないかなんですよ。つまりどういうことかっていうと、自分の家の近所にあるゴミ置き場が利用しづらい人が結構いるんじゃないかって思うんですよね。どういうことかっていうと、よくゴミ置き場のトラブルでよくあるのは、そのね、地域のゴミ置き場とかがなんかさ、その自治会とかさ、町内会とかのジジイババアがなんか仕切っていて、我が地域に住んでいて自治会に入らないやつはゴミ置き場を使う権利はないとかなんか言ってね、まあそういうことを言って自治会入れと、まあ自治会費よこせと、町内会費払えと、住んでるんだったら町内会費払えみたいなね、なんかそういう圧力をかけるという事例は本当によく聞きますよね。うん、まあそのまあ市町村によってはね、東京のどこだったら武蔵野市だったかな、うちの市にそういう自治体とかそういうのありませんみたいな、そういうことを言ってる市もあるみたいですけど、まあ都市部ではねそういうトラブルは少ないかもしれませんが、田舎では、特に田舎では、特にその準農村地域とか準漁村地域ですとか、その昔から住んでる人しか住んでないみたいな、そういう地域だと
もうさ、そこに住んでたらもう自治会に入るのがもう村の掟で決まっちゃってるから、もう自治会に入れ圧力ってか、もうそもそも自治会に入ってない人っていうのが ほぼいないし、でその自治会の管理するゴミ置き場というのがもうなんていうのかな、もうだ本来さ、ゴミっていうのはその市町村がその回収っていうのをするっていうのは法律で決まってるんですよね。その市町村、まあ、市区町村が例えばね、北海道稚内市であれば稚内市が責任を持って そこに住んでる人たちのゴミをね回収しなければいけませんよっていうのは法律で確か決まってるんですよ。ただそのどこまでやったらね、その責任果たしてることになるのかっていうことまでは詳しく法律に書かれてはいないと思うんですよ。だから例えばね、その市の中に、市内にそのゴミ置き場っていうのを設置して、みんなあの持ってきてください、車社会だから車で持ってくればいいじゃないですかみたいな感じで、持ってこさせてそれで回収しましたってことにするっていうのも、それがダメなのかって言ったら、まあ、一概には言えないと思うんですけど、ただその近所のゴミ置き場とかいうのは結局その市町村とかが管理すべきものなのに、なんかそれをなんか地域の自治会とかになんか丸投げして、なんかその、まあ、頼っちゃってるっていうのかな、甘えちゃってるんですよね。本来は市がやるべき仕事なのに、うん、でそういう状況なもんだから、町内会とか自治会とかが幅利かせちゃうわけですよ、うん、だから自治会に入らなかったらゴミ置き場使うななんて話をして、まあ、それでトラブルになったりとかね、そういうのってよくあるじゃないですか。だから確かにね、ゴミを収集してそれを出すのは手間がかかることなんで、コンビニエンスストアとか駅が家庭ゴミの投入はしないでくださいっていうのは一理はあるんですが、ただなんでその家庭ゴミを入れたくなるのかって言ったら、そういう背景が実はあるんじゃないかなって、まあ、これはもう本当に勝手な推測に過ぎないんですけども、うん、だってさ、生活していればゴミが出るの当たり前じゃないですか。でゴミ捨てる、ゴミ回収っていうのは市町村の仕事なわけですから、自治会に入る必要はないんですよ。でも自治会に入れないと、近所のジジイババアが圧力かけてくると、お前はね、町内会費払ってないんだからゴミ捨てるなよとなんかそういう話を、まあ、ありますよね、うん、あのさ、この問題ってやっぱりさ、市町村が何とかしなきゃいけないと思うんですよね。やっぱり市町村がゴミ集積所っていうのをちゃんと設置して、市町村が管理しなきゃいけないと思うんですよ。あ、だから田舎だと、その田舎の市町村とかだと、その財政的にも苦しいから、だから自治会とかにその甘えちゃってるみたいなとこあると思うんですけど、だったらさ、それこそね、その住民税っていうのは、市区町村税とかをちょっとだけ上げるっていうのも一つの手だと思いますよ、うん、だってさ、税金っていうのは住民税であれば、ある一定の収入がなければ非課税になりますし、その収入に応じて課税されますよね。あの国の税金、あの所得税もそうですけど、あなたは1年間でこれだけ稼いだので、じゃあ国の税金これだけ払ってください、住民税はこれだけ払ってください、 あなたはちょっと今年1年あまり稼げなかったっていうか、ほとんど収入がありませんでしたね、だからじゃあ国の税金も、県民税も市町村税も非課税、まあそういう風になるわけじゃないですか。負担できる人に負担してもらいましょうっていうシステムじゃないですか。だから、でそれに対してさ、うちの集落に住んでるんだから町内会に入らないやつはゴミ置き場を使う権利はないなんて言ってさ、町内会費をね、あのせしめようとするジジイババアどもがさ、この人は収入がたくさんあるからたくさん町内会費払ってもらう、この人はあの収入が少ないからちょっとでいいやとか、そんなことしないでしょ。だってそもそもその町内会のジジイババアが幅利かせてるのは、まあ、特にその準農村地域みたいな感じで、昔からそのみんなそこに住んでる人たちもう全員農家で、もう そこに住んでる人収入がもうほぼ同じみたいなさ、そういう感覚だから、じゃあ別に自分たちの町をね、その自分たちの住んでる地域のためにあの、まあ、少し支出するっていうのも、まあ、理解された、昔はそうだったかもしれませんけど、でも今はさ、もうまあ、今でも準農村地域とかいう閉鎖的な地域はあるかもしれませんけど、基本的にどんな仕事してるかっていうのはそれはもう人それぞれじゃないですか。だからもうなんていうのかな、収入だってもう人それぞれなんだから、やっぱりその
住んでるんだから町内会費払えばもうこれはもう通用しないですよ、うん、だからその辺はだからもう市町村がやんなきゃいけないと思うし、いやだからねえ、うん、まあ、私はそんな純農村地域とかそういうのに住んだ経験があるわけじゃないんで、まあ、その辺は詳しくは知りませんけども、まあそういう変な村の掟はねぶっ壊していかなきゃいけないというか、まあ、ぶっ壊しましょうねという話なんですけどね。だからさ、よくねその昔ながらの純農村地域の近くにそのニュータウンとかできて昔から住んでる人と、あの別々あのよそからその移り住んできた人の間でトラブルになるっていうさ、そういう話ってよく聞くじゃないですか。先住民と移住者との間でトラブルになるっていう話なんですけども、まあ、自分自身が経験したわけじゃないし詳しくは分からないんですが、あのはっきり言ってさ、先住民が悪いんじゃないですかこれ勝手な推測に過ぎないから批判されるかもしれませんけど、基本的に元から住んできたいた人と後から移り住んできた人の間でトラブルが起きたら先住民が悪いんじゃないですかね、大抵。どうしてそう思うかっていうと、例えばね、だからさ、要するにこの町のこの地域の掟を守れみたいな感じでトラブルになるわけじゃないですか。だけどね、例えばさ、ゴミ出しの話だけすると、まあゴミ出しっていうのは一番そのご近所トラブルの中でよくあるとよく聞く話なんですけども、例えばね、うちのこの地域では何とか市の何とか町内では、例えばその燃えるゴミは月曜と木曜に出すことになってると。だから月曜と木曜にこの回収の収集者が来るから月曜と木曜に出しなさいよって、これだけのことでトラブルになるってことはちょっとないと思うんですよね。だって月曜と木曜でに収集者が来るからゴミ収集者がじゃん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 ってことを主張するとは思えないんですよね。あ、そうなのか、なんとか市のなんとかっていうこの地域ではゴミ収集車が月曜と木曜に来るのか、じゃあ月曜と木曜に出せばいい。別にそれってさ、争う余地ほとんどないと思うし、そこでいやいや水曜日に出すぞ土曜日に出すんだって強硬に主張でそこに土曜日に出す理由って特にないんですよね、うん、でどうしてトラブルになるかっていうと、そういうさ、明確になってる規則じゃなくて、なんか昔からなあなあでなんか繋いできたような村の掟みたいなものを先住民が移住者に対して押し付けようとするからトラブルになるんじゃないかなと思うんですよね。つまり別にそのゴミ出しは月曜と木曜、それはもう納得、それは分かった、そう、じゃあ月曜と木曜に出しましょう。だけどゴミを出すのには自治会に入れとかね、うん、あるいはゴミ置き場は地域みんなで管理してる、だから月曜と木曜日当番で掃除してもらうとかね。いや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 違うでしょう、そのゴミ出すゴミの収集っていうのは市町村の仕事なんだから、それはその自分たちでやらなきゃいけないことじゃないでしょうって。それ勝手にさ、その自治会とかで勝手にやるのは勝手だけども、それに無理やり引き込もうとすんなよと、まあ、当たり前の主張なんですよ。そんな感じでその村の掟っていうものを押し付けようとするからトラブルになるんじゃないかなと思うんですよね。で前もね、もし法律がなかったらという動画でお話ししたんですけども、そういうふうに村の掟っていうものが暴走しがちなじゃないですか。その村の掟っていうのを暴走を食い止めるために市町村の条例というものがあって、その市町村の条例っていうものが暴走することを防ぐために法律があるんですよ。わかります？で法律が暴走するのを食い止めるために憲法があるんですよね、うん、つまり憲法法律条例といったものがなければ、そういうものがね力を失ってしまうと村の掟っていうのがもう幅を利かせてしまって、もう暴走してもう徹底的にこの少数者を排除していじめるっていう方向に行っちゃうんですよ。
まあ、それが現実なんですよ。だからそういう暴走を防ぐために法律があり、法律、国会議員が暴走して変な法律作らないように憲法があるんですよ、うん、まあそういう話なんですけど、あとそれからさ、ちょっと古い話題かもしれませんが、2011年に東北地方でね、東北地方太平洋沖地震が起きて、福島県の浜通りで原子力発電所で事故が起きたじゃないですか。で、原発事故で住めなくなった人が、まあ、福島県のいわき市に大量にこう避難してきたと。で、その例えばね、双葉町とか、まあ、大熊とかね、その浜通りの地域から、まあ、田舎町ですよ、田舎町からいわき市に避難した人と元からいわき市に住んでる人たちの間でトラブルが起きてるっていうさ、そういうニュースがありましたよね。で、なんかそのニュースの捉えられ方で、なんかその、ちょっと待ってください。はい、ちょっと検索してみたんですが、こんな記事がありましたね。福島県いわき市、歓楽街で遊ぶ避難者に憤り感じ、心よく思わぬ声。という記事なんですが、要はね、2011年の震災後に福島県第一原発事故で被災した2万以上の避難者がいわき市に流れ込んでると、うん、でそこで、その避難者に対する差別とかその嫌悪感というものがそのいわき市民の間で広がっているという話なんですが、被災者家屋の落書きが見つかったとかね、うん、いわき市内を取材すると至る所で避難者を快く思わない声が聞こえてきた。特に多いのが歓楽街で遊ぶ避難者に対する憤りだ。うん、例えば、初めて飲みに来た客に1万円ちょっとの支払いを付けにしてくれと言われたこともあった。近いうちに賠償金が入るからそれで支払うってね。だいたい賠償金で飲んだくれるなんてね、金はいらねえから二度と来んなって追い出したわよと、なんかこの人はなんか正義ぶってるわけですよね。この辺の店は地元の常連が多いんだ。双葉郡の人たちが避難してきてから早い時間から混んでるし騒がしいから我々常連も店に行かない時期があったよ。はあ、てかさ、この常連の人ってさ、何この常連、この店はこれ俺たち常連が支えてんだ、だから常連たちは偉いんだみたいな、そんな意識丸出しですよね。この店は俺たち常連が支えていて、この常連たちの王国なのに、なんかあの避難者たちが入り込んできて、なんか俺たちの縄張りを犯してるみたいなさこれもまさにさ、そのさ、この店は俺たち地元住民の店、これが村の掟だったのに、その村の掟を無視して避難者たちが大勢押し寄せてるからけしからんみたいな言い方じゃないですかまあ妬みですかね。妬みじゃないか。まあそんな風にですね、まあいわき市に避難した人に対するバッシングっていうのも、なんかまるでそのバッシングして当然であるかのようにね、避難者はなんか非常識で、なんか嫌なやつだみたいな、そういうニュースの書かれ方していますが、いやいや違うでしょ。いわき市、前からいわき市に住んでるお前ら先住民族が自分たちの村の掟を移住してきた人に対して押し付けようとしてるのが問題なんじゃないですかね。え、いろんな人がいて当たり前じゃないですか。外国人もいるし、昔からの農民もいるし、サラリーマンもいるし、ニートもいるし、ね、ヤフオク長者もいるし、いろんな人がいるのは当たり前じゃないですかね。それなのにさ、この地域は俺たちが守ってるんだ、俺たちが村の掟を代々受け継いでいるからこそこの地域が守られてるんだみたいなさ、勝手な理屈でね、その村の掟をその移住してきた人に対して押し付けようとしてることがトラブルの原因になってんじゃないですかね。だいたいさ、そうやってね、なんか村の掟をさ押し付けるようなことやっててさ、その地域にさ将来、明るい将来が待ってるんですかって言ったらな、ダメじゃないですかね。そんななんかさ、昔からのさ、その先住民族なんてさ、ジジイババアばっかりでさ、もう死ぬじゃないですか。で死んで、でそんなさ、村の掟がはびこってるような地域にさ住んでる子供がさ、
その村の掟を代々受け継いで、伝統と文化を受け継いで、この村の掟を守るいわき市をずっと住み続けたいなんてさ、思いますか？いや、思わないですよね。え、東京に住んでたらさ、例えばね、田舎の農家の息子とかがね、農家なんか継がずに東京に行きたいとか言うとさ、でも東京だって就職なんだ、就職するの大変だし、家が農家やってるんだからさ、農家継げばいいじゃん、農家だって農家大切、農業大切じゃんってね。だって今ほら、日本の食料自給率がなんちゃらかんちゃらって言ってる状況でさ、農家やってるんだからさ、農家廃業しないようにしてさ、その家の農業を継げばいいじゃんって東京に住んでたら思うじゃないですか。だけどね、だけど田舎にはその田舎の伝統文化というね、なんかその圧力とかがある地域もあって、そういうのが嫌だから、もうこんな田舎嫌だって飛び出したくなるのは当然なんですよ。しょうがないですよそれは。だからさ、そういう状況でさ、その伝統文化を受け継いで村の掟守ってさ、避難者とかね、移住してきた人をいじめてさ、そんなことやっててさ、その地域衰退するに決まってんじゃないですか。未来がないですよ、ね、そういうさ、閉鎖的な伝統文化なんかぶっ潰していかないとさ、もうそれこそ限界集落どころじゃなくて、まあだから実際その市町村合併とかでさ、小さなさ町や村がどんどん消滅してますけど、まあ当たり前ですよね。そんなさ、なんか山奥のさ、なんかさ、町内会や自治会が幅利かせててさ、なんか伝統の祭りとかをさ、なんかなーなーでさ、だいたいさ、田舎のさ伝統の祭りなんてさ、その田舎のさ、そのそこに住んでる人しか見に来ないじゃないですか。でそのさ、見に来る人はさ、見に来ることが義務みたいな感じでさ、見に行ってんでしょ。だってまうちらの伝統ある祭りに、ね、参加しないなんてやつはゴミ置き場を使う権利はないなんて言ってさ、トラブルになったじゃないですか、新潟県関川村で、ね、そんなことやってたらさ、衰退するだけですよ、ね、伝統文化っていうのはね、壊さなきゃダメだってことですよ、将棋は壊す必要ないけども、だから私は歩行動画の中で古い町並みを壊すことに反対してるじゃないですか。再開発だって言って古い町並みをぶっ壊して、古いお店をバンバンぶっ壊して新しいビル建てたりとかね、新しい道路を作ったりするのはもう本当に町に個性がなくなりね、そういう再開発大反対だって歩行動画の中で何度も言ってるんですけど、ただ最近は再開発するのも決して悪いとは言い切れないなって気になってきてるんですよ。どうしてかというと、あんまりにもそんな古い街並みにこだわって、古いなんかその ねちねちとした古い木造家屋とか密集してるようなね、そういう街並みを維持していくと、やっぱりそのなんていうのかな、昔から住んでる人とかさ、なんかそういうなんていうのかな、このねちねちとしたものをなんかその後世に残すってことでもあるんですよね。だからある程度その街並みっていうのも変えていく必要はあるよねって。だからここ再開発計画するから買収するって言えばさ、そっか買収か、本当そっか、でこれだけお金もらえるっていうんだったら、まあじゃあ移住しようかなっていう人も出てくるじゃないですか。それによって、そのなんていうのかな、そのなんか古臭いね、埃臭い風が吹いていたその古い街が新しい風に変わることによって、そこでそのなんて村の掟っていうのが少しこう、まあ、壊れるんですよね。そこでなんか古い伝統や伝統文化というものがパーンと弾けることによって、新しい人が入ってきて、まあ、洗練されるっていう効果があるわけですよ、だから再開発っていうのもなんかただね、ぶっ壊してただなんか道路作ってビル作って、なんとなくその街を壊してる感じもするんですけど、ただ決して悪い面だけじゃなくて、その昔ながらの掟とか伝統というものをぶっ壊すっていうね、それによってもう少しその洗練された街にしていくっていう効果はあると思うんですよ、だからそういう面っていうのもね、
っぱりその旅行でさ観光に行くだけだったらなんか古い街並みって面白いですけども、ただそこに住んでる人の気持ち、まあ、私は別にそんな古い街並みとかそんなにその純農村地域に住んだことはないだろうし、これからも住むことはないとは思いますけれども、だけどそこに住んでる人の気持ちとかその住んでる人の環境、そしてその地域の将来ってことを考えたら、やっぱりある程度その壊して作る、そうやって変えていくってことは必要かなって思いましたね、うん、まあそんなところで、まあ、本当将棋とは関係ない話っていうか、もう将棋じゃないんですけどね、将棋動画じゃなくなっちゃってるんですけど、ご視聴ありがとうございました。